ここから出て行ってもらえませんか、桐生一馬さん。言ってる意味がわからないな。あの子を琉球街の本屋で見つけてから1週間。この養護施設のことも、どういう環境で育ってきたのかも、すべて調べさせてもらった。もちろん、あなたの前の職業もね。沢村遥。容姿やスタイルは荒削りだけど、間違いなく逸材。磨けば光るわ。私なら彼女を、ギラギラに光る宝石の中でも特別な存在にすることができる。私にあの子を預けて、必ず成功させてみせる。その条件が、俺がここから去ることだというのか。人間っていうのは誰かを好きになればなるほど、その人の裏を知りたくなるものなの。血液型、出身地、服の趣味や家族構成、知れば知るほど身近になった実感を得られる。でもその相手が実際は手の届かない遠い存在であるほど、知りたいという感情はより強く作用してしまう。そしてそれは、相手の知らなくてもいい部分を暴きたいという感情につながっていく。遥の過去のことか。ええ、人の心ってのは無情なものなの。一度愛した人間に裏切られたと感じた時、その愛情は憎悪にすら変わる。そうは思わない？彼女を守るためなの。あなたと一緒にいた過去を消し去ることができれば、私は彼女を守れる。だから。もういい。話は分かった。返事は？俺はここから離れるつもりはない。朝顔の子供たちにとって、俺がいなくなることは幸せなことじゃない。俺は必要とされる限り、ここで生きていくつもりだ。それがあなたの仕事だと？仕事とかそんな軽いもんじゃない。それが俺の生きる道だということだ。用事があるんで失礼する。勝手に帰ってくれ。何にも分かってないのね。道を極めたっていう割には、随分世間知らずなのね、あなた。女の子一人に夢を見させることすらできない男が、かっこつけてんじゃないわよ。彼女だけじゃない。先日ここを訪れた時分かったわ。朝顔に夢はない。あなたがいる限り、ずっとね。どういう意味だ？私が幸せと聞いたら、子供たちは皆口を揃えて言ったわ。幸せだって。確かに身寄りのない子供たちにとって、ここは最高の場所かもしれない。でもね、あの子たちは全員怯えている。何にだ？今だけの幸せが壊れてしまうことに。あの子たちは全員心からあなたを愛してる。でもあなたといることの幸せを守ろうとするがあまり、全てのものを犠牲にしても構わないとすら考えてる。例えば夢。子供っていうのはもっとわがままで、もっと無鉄砲で、もっと自分に忠実であるべきよ。
あなたが近くにいると、あの子たちは自分自身の夢を描けない。夢？あなたにもわかるでしょ？子供たちがいずれ大きくなるためには、夢ってものが大切になるんだってことくらい。そういった幸せを維持しようとする人間と、何も持ってなくても夢を追いかける人間、どっちが強くてたくましいか。旅をさせなさい。そしてあなたも旅に出て、人のためじゃなくて自分のために探すの。必死になれる夢を。だが、彼女を私に預けてくれれば、その代償に子供たちの夢への保証をするつもりよ。施設の子全員が成人するまでの養育費、その他才能への投資、すべて私が面倒を見させてもらう。あなたは自分の代わりとなるスタッフを探して。安心して、はるかちゃんは絶対に成功する。歌手という道はあの子にとってかけがえのない夢になるわ。私の夢？どうしてそう言い切れるんだ？本当にそれがはるかの夢かどうなのか、なぜあんたにわかる？簡単よ。私の夢も同じだからよ。あんたの夢？そう。夢は必ず受け継がれていく。人から人へ。必ずね。ちゃうちゃうちゃう、何回言わせたら気ぃ済むんや。リズムに乗れって言うとるやろ。もう一回行くで。はい。ちゃうちゃう、そうやない？違う。はるか、恥かくくらいやったらステージみたいなもん登らん方がええ。もうやめた方がええんとちゃうか？やります。もう一回お願いします。ほな、もう一度始めから。ええか、言っとくけど、こんなの基礎の基礎なんやからな。いい加減できなきゃ、もうやるだけ時間の無駄や。気合い入れとけよ。はい。Bye.
うまくいったよね。ああ、はい。今、蒼天テレビに出てる。ええ、そうです。沢村遥、うちのタレントです。沢村遥さんです。沢村遥、16歳です。はい、沢村は今うちの一押しでして、そうです。プリンセスリーグで勝てたらメジャーデビューすることになってます。またまた、ほんまですか？いや、その際はぜひぜひ。はい、なるほどですね。了解です。はい、そしたら失礼いたします。なあ、堀江ちゃん、水くれる？え？あ、はい、ただいま。なあ、社長、いくらなんでもあと1週間でプリンセスリーグで優勝させるレベルまで鍛えろなんて無理やで。時間がなさすぎる。今さら泣き言？プロなら言われた期日できっちり形にしなさい。最初の話じゃ1年がかりで育てるって話だったはずですよ。それが半年で、時間がなさすぎですって。歌なら歌、ダンスならダンス、どっちか一つにレッスン絞った方がええんじゃないですか？私は遥をただのアイドルで終わらせるつもりはないの。確かにあの子は掘り出し物ですよ。動きはいいし勘もええ、ルックスの割に根性もある。なんせこの半年社長が方々を集めた中で逃げずに残ったのはあの子一人だけですからね。なら問題ないじゃない。いや、だからこそもっとじっくり育てる方がええんやないかと。口出しは結構容疑た。あなたは黙って言われた通りにやればいい。それに見合うだけの金は払ってるはずでしょ。社長、大木田さんも遥のことを思て言うてはるんですし。あなたと私は契約でつながってるの。こちらの条件に従えないなら今すぐ契約解除してもいいのよ。もちろんあなたからの途中解約ということになるから、いろいろとそっちが損することになるけど、どうする？ああ、やりますよ。やりゃいいんでしょ。ったく。
まあ今のは悪なかったわ。上出来やな。よし、今日はこのくらいでええやろ。明日もきついで。夜遊びせんとしっかり寝ておくんやな。ありがとうございました。うまくいったよね。お疲れ様。社長。明日からいよいよプリンセスリーグの決勝戦が始まるわね。はい。優勝すれば大々的に売り出していくわ。その一つとしてあなたには最高のステージを用意してある。最高の？そう、プリンセスリーグ決勝ファイナルラウンドの4日後、東京でメジャーデビューのライブをやってもらうわ。東京でライブ？ええ、間髪入れずに東京進出するの。そうなれば話題沸騰、一つのムーブメントを作り出すことができるわ。東京進出こそメジャーという世界に飛び込んだ証明になるの。わかる？はい。つまり失敗は許されないってことよ。ええ。あら、いつになく浮かない顔ね。不安？いや、ちょっと話が大きすぎてまだ実感が。何言ってるの？これからあなたの身の回りではこれまで想像もしなかったことが一気に起きるのよ。あなたの歌を全国の何十万という人が聞き、何百万という人の目に触れる。浮世離れした体験があなたの日常になるの。ちゃんと覚悟しておきなさい。はい。でも
まだ決勝で勝てるかどうか。そうね。でもあなたは負けられないはずよ。あなたが負ければ沖縄の施設への援助は打ち切らせてもらう。あの施設は閉鎖することになるでしょうね。そうなればあなたの帰る家はどこにもなくなる。その意味がわかるでしょ。わかってます。私どんなことがあろうとやめませんから。そう、疲れてるところ悪かったわね。ちょっと葉っぱかけただけよ。あのね、はるか、一つ覚えておいて。アイドルというのは多くの人に愛されなきゃならない。わかる？はい。そして愛してくれる人たち、つまりファンは、いろんな言葉や形でその愛を表現する。その全てを受け止めなくてはならない。はい。好きだ、可愛いと言われて嫌な気分になる女性はいない。最初は誰でも有名になった瞬間からその愛に幸せを感じていられるものよ。でもある日気づく。ファンからの愛情は本物の愛情ではないことに。え？ファンの愛とは一方的なもの。愛と呼んではいても本当のそれとは違う。そしてその現実を知ったとき、ほとんどの子は潰れて消えてしまう。確かに現実はそうだったとしても、それを理解した上で続けることだってできそうなもの。でもそれがみんなできない。どうしてですか？彼女たちは愛されるということが当然のことだと思っているからよ。普通に両親がいて、普通に教育を受け、普通に育った人間にとって親や友達がいるというのは当然のこと。そんな当たり前の環境の中で、当たり前のように人と接し、当たり前のように受けてきた愛情が彼女たちを弱くする。一方的な愛と本物の愛の差がわからない。だから一方的な愛を失っただけなのに、自分の愛の全てを失ったんだと思ってしまう。愛されて当然と思っている人間は愛情の形すら認識できないの。愛情の形。アイドルとしての道を選んだあなたが不安に思う気持ちもわかる。でも私は知ってる。あなたはすでに愛されるということがどういうことなのか分かってる人間のはず。大丈夫、あなたならきっとやれる。自分を信じてレッスンを続けなさい。社長。ん？もしかして社長も私と同じような環境で育ったんですか？勘のいい子ね。私も実の親の愛を知らずに育ってきた人間なの。物心つく前に親からひどい虐待を受けててね。虐待？長い間誰にも愛されない環境で育って、私はテレビで見るアイドルという存在に憧れたわ。多くの人に愛される彼女たちはあの頃の私とは真逆で、すごく眩しかった。子供だった私はだからアイドルを目指した。もっとも私の場合は成功には程遠かったけどね。明日はまず講演会主催のイベント、その後午後から蒼天テレビでプリンセスリーグ決勝第一ラウンドの収録よ。朝9時に事務所でいいわ。あ、そう、明日から堀江をあなたにつけるわ。今日はもう帰って休みなさい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。社長、私頑張ります。もちろん分かってるわ。
はるかちゃん、お疲れ。社長に言われてね、アパートまで送るわ。準備ができたら声かけてくれる？それとももう帰れる？はい、大丈夫です。よし、そしたら行こうか。ほんなら行こうか。はい。はるかちゃん、毎日頑張ってるね。いえ、私今までこういうことやったことなかったから、人一倍頑張らないと。そうか。そやけどはるかちゃん、レッスンっていうか芸能界自体入ってまだ半年くらいやろ。それであのプリンセスリーグ決勝まで勝ち進んでるんやもん。これってものすごいことやで。さすがあの社長が見込んだ子やな。才能ってやつなんかな。そんなことないですよ、まだまだです。今日も怒られてばっかりだったし。でも気を使ってくださって嬉しいです。ありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。ああ、やっぱりはるかちゃんは笑顔がええな。そういえばこっちの学校はどう？もう慣れた？うん、どうかな。あんまりうまいこと言ってない？勉強はなんとかついていけるんですけど、あの、あまり友達が。そうか、これだけ忙しかったら一緒に遊びになんかなかなか行かれへんやろしな。はい。それとこういう仕事してるっていうのが気になる子もやっぱりいるみたいで。そんな奴ら気にすることないって。妬んでるだけや、そんな。うん、でもやっぱり変なのかも、私のしてることって。はるかちゃん、僕らの仕事はお客さんに夢を与えられると思うんや。一アイドル好きとしてさ、はるかちゃんのステージほんまに魅力的やと思う。せやからっていうのも変やけど、もっと自分に自信持ってええんちゃうかな。私はアイドルですってなんて、はるかちゃんより怒られてる僕が言うても説得力ないね。そんな。はるかちゃん、僕はマネージャーとしてまだまだ半人前やけど、これから精一杯サポートするから。頼りないかもやけど、しんどなったら何でも言うてな。はい、よろしくお願いします、堀江さん。こちらこそ、明日からよろしくね。あ、ちょうど着いたね。さあ、明日からいよいよプリンセスリーグ決勝戦が始まるで。朝に仕事も入ってるし、今日はゆっくり休んでな。はい。ほんなら、お疲れ様。お疲れ様です。今日も頑張らなきゃね。あれ、もしかして沢村さん？えっと
あかりだよ、夏川あかり、高校で隣のクラスの。もしかして忘れちゃった？あ、家庭科の授業で一緒の。ごめん、私まだ高校であまり知り合いいなくて、同じクラスの人たちを覚えるので精一杯で。まあ中高一貫の私学に高校から入った途中組だからね、私たち。しかも関西出身じゃないからノリに馴染むのも大変だよね。え、松川さんも関西出身じゃないの？うん、東京出身。お父さんの仕事の都合で今年から大阪に引っ越してきたの。そうだったんだ。前から沢村さんのこと気になっててさ、ほらうまく学校に溶け込めてないっていうか、一人の時が多いからさ。うん、でも私が悪いの。クラスの人たちに積極的に話しかけたりできないから。仕方ないよ、関西の子たちの会話早いじゃん。タイミング失うと話に入れないんだよね。でもきっとクラスのみんなも沢村さんにいろいろ遠慮してるんだと思うよ。遠慮？だって沢村さん芸能人じゃない？特別なオーラがあるから近寄りがたいっていうか、きっとみんな話しかけづらいんだよ。そんなことないのに。私は東京出身だから沢村さんのペースにも慣れてるし話しやすいんだけどね。夏川さん、あかりって呼んで。そうだ、私も沢村さんのことはるかって呼んでいい？もちろん。それじゃあ途中組同士仲良くしよう。はるかも学校と仕事の連続だと疲れちゃうだろうし、私が話し相手になるからさ。うん、ありがとう。あ、やばいやばい、そういえば今からダンスのレッスンがあるんだった。ダンスって、あかりちゃん踊り習ってるの？いや、そんなに本格的なもんじゃなくてさ、どっちかっていうと私のはストリート系っていうかさ、街で踊ってる人見つけて一緒に練習してるって感じ。すごい積極的なんだね、あかりちゃん。だってはるかみたいなレッスンは受けられないしさ、自分で頑張ってやるしかないじゃない。踊るの好きなんだ。うん、将来振付師になりたいんだよね。はるかみたいなアイドルたちに一流の振付をして一緒に踊るの素敵じゃない？うん。そのために今は自分が誰よりもうまく踊れるよう練習してるんだ。それに蒼天堀はダンサーの集まる街としても有名だしね。え、そうだったの？うん、ブレイクダンスとかも大阪が日本の発祥とか言われてるし、ダンサー目指してこの街に来る人もいるくらいなんだからさ。知らなかったの？うん、確かに踊っている人たちが多いなとは思っていたけど。みんな街に集まってね、ダンスバトルをして競い合ってお互いの技術を磨き合ってるんだよ。ダンスバトル？そう、同じ曲でお互い踊ってパフォーマンスを競うの。正直レッスンスタジオなんかに通うより全然刺激的で面白いよ。そうなんだ。そうだ、はるかも試しにダンスバトルしてみようよ。私が相手になるからさ。え、あ、私が？うん、はるかにもストリートダンスのことをもっと知ってもらいたいし、ダンスの練習にもなるからさ。でもいいじゃん、やってみようよ。たまには友達に付き合ってみるのも悪くないよ。うん、わかった。初めてだからいろいろ失敗するかもしれないけど、よろしくね。もちろん、サポートするから大丈夫だよ。じゃ、始めるよ。よろしくお願いします。行くよ。
すごいね。やっぱりプロは違うわ。そんなことないよ。あかりちゃんも私が知らないステップとかいろいろ知ってて驚いちゃった。それがダンスバトルのいいところなんだ。勝っても負けても自分の知らない新しい振りを一番近くで見られるしね。いい汗かいたね。どうだったダンスバトル。疲れたけど楽しかった。よかった。あかりちゃんと踊ってみてわかった。最近レッスンばっかりでダンスをお仕事としてしか見てなかったかもしれないなって。でもダンスってもっと楽しいものだもんね。そうだよ。友達と踊るダンスはなおさらね。うん。この辺りにはたくさんダンサーがいるからさ、もしダンスバトルしたくなったら声かけてみるといいよ。見た目怖くてもみんな悪い人じゃないから、きっと喜んで相手してくれるはずだよ。わかった。ダンスってのはストリートで踊ることでしか鍛えられない能力もあるからね。きっとアイドルの仕事でも役立つと思うよ。うん、いろいろ教えてくれてありがとう、あかりちゃん。そのちゃんってのいらない。あかりでいいよ。うん。これからもよろしくね、はるか。じゃあそろそろ行くね。お仕事頑張って。
はようございます。おはよう、はるかちゃん。もしかして何かええことあった？はい、ちょっと。そうか、よし、今日も一日頑張ろう。じゃあ早速やけど、まずは今日の予定を確認しようか。はるかちゃん、あそこにあるスケジュール表を見てもらえるかな？よし、じゃあスケジュールの今日の予定は2つ。まずは何といっても午後から蒼天テレビでプリンセスリング決勝に、あとは午前中に蒼天堀で講演会主催の握手会やな。レッスンも大事やけど、こういう活動も大事やから、じゃあまずは握手会に出発しようか。よし、じゃあ出発しようか。いいんだろうな。好きだよ。ありがとうございます。緊張する。沢村遥です。応援してるよ。頑張ります。ありがとうございます。ドキドキする。よろしくお願いします。燃えざるを得ない。そうなんですか。ありがとうございます。何だ、花園。沢村遥です。一生ファンでいるよ。頑張ります。ありがとうございます。何話そう。会えてよかった。ちょっと待って。ありがとうございます。楽しみだな。沢村遥です。
輝いてるよ。ちょっと待ってね。そんなことないですよ。色気があるね。本当ですか？ありがとうございます。緊張する。よろしくお願いします。目がキラキラしてるね。ありがとうございます。彼女になって。うまくいったよね。お疲れ様。こんな感じでこれからも仕事をしていくで。さてと、午後からはいよいよプリンセスリーグの決勝戦やね。ここで優勝したら一流のレコード会社からのメジャーデビューが約束されてる。そうなったらうちの事務所もいよいよ東京進出って感じやね。はい。決勝戦は対戦相手と同時対決をするんやって。同時対決ですか？そう、はるかちゃんと対戦相手が同時にステージに上がって同じ曲でパフォーマンスするんや。それで曲が終わった時にファンを多く獲得してる方が勝ちってわけや。変わった形式ですよね。うん、この形式で3回対決してその総合成績で優勝を決めるんやって。緊張するな。堀江さんが緊張してどうするんですか？何言うてんの。緊張するに決まってるやん。ここで勝つか負けるかは大違いやで。うちの事務所が名前売る大チャンスなんやからね。そうですね、頑張らないと。ああごめん、変に気負わせてもうたな。はるかちゃんは練習の成果を発揮してくれれば大丈夫や。それにほら、変な言い方になるけど3回の総合成績で競うから負けても後で取り返せばええんや。そっか。そう考えればちょっと気持ちが楽になりますね。そうそう、リラックスリラックス。
ベストを尽くすには硬くなりすぎてもあかんからね。さて、あまり時間ないけど準備があったら今のうちにしとくとええで。荻田さんは4階のレッスンスタジオにおるから、言うたらレッスンもしてもらえるはずや。準備ができたらさっきみたいにスケジュール表を確認してな。はい、わかりました。そうや、せっかくやし衣装に着替える前にプロデューサーの萬田さんに挨拶しとこうか。あ、おっとった。ほら、あそこにおるのが番組 P の萬田さん。行こう。Tセットの二人や。え？うちから大阪芸能に移った。いや、やっぱり何でもない。じゃあ萬田さん、決勝戦もよろしくお願いします。オッケーオッケー。 Tセットは今一番数値取れるからな。じゃあ今日も頑張ってや、舞ちゃん、あずさちゃん。またな。失礼します。どうも、萬田さん。大のチェアの堀江です。本番前にご挨拶をと思いまして。熱っ。え、あ、すみません。萬田さん大事な決勝戦前やってのに、ずいぶんなご挨拶やな。何やってんの。ちゃんと前見て歩かないと。ほんと気をつけた方がいいですよ、ダイナチェアさん。すみません、萬田さん。あ、そのほんまに何と言ってええか。一度のミスで全てを失うこともある。それにな、君はもっと同世代の人間からも愛されるようにならんとな。ほんまにすみませんでした。ほら、はるかちゃん、何してんの。君も謝り。あ、すみませんでした。決勝戦でミスせんといてや。うわ、なんでこんなことに。はあ、とんでもないことになってもたな。すいませんでした。本番で頑張りますから。くそ、Tセットのやつら。あんなやり方するやなんて、どんな教育してんのや、大阪芸能は。でもこうなったら仕方ない。とにかく今は衣装を着替えに行こう。この先に個室の控え室を用意してもらってるんや。こげや、さ、入って。さ、よく映んないよね、あいつら。あ、堀江さん、言った方がいいんじゃない。って言おうよ。そうだね、どうしよう。おい、待てや。言った。ちょっと何何言うてるんや。さっきうちのはるかに足かけたやろ。
どういうつもりなんや。ちょっと話してよ中井さん。ダイナチアさん、何やっとるんですか、うちのタレントに。あ、一体もう赤くなっちゃったらどうするの。本番に支障出るじゃない。元はといえば、君が遥かに足引っ掛けて。妙な言いがかりはやめていただけませんかね。そっちがそういう気なんやったら、こっちもそれなりの対応取らなあきまへん。オタクみたいなちっちゃい事務所、うちがその気になりゃ方々出入り禁止なんてすぐにできますぜ。なんです、その目は。そんなんだからタレントに逃げられちゃうんじゃないの。堀江さん、こんなことしてる場合じゃないです。早く衣装着替えなきゃ。ちょっと待ちなさいよ、このまま行く気。この腕どうしてくれんの。何、沖縄行ったことありますか。は、何。沖縄です、行ったことは。ないけど、何なの。いいですよ沖縄、海は綺麗だし空気も澄んでて、ストレスいっぺんに吹き飛びますよ。今度行ってみて、ちゃんとおすすめスポット教えますから。はあ。さあ堀江さん。何なのあれ。沖縄行って心でも洗い直してこいっちゅうことちゃうか。はあ、何それ意味わかんない。どういう意味よ中井さん。なるほどな、パクさんが気に入りそうな子やな。もうやろう、その辺にしとき。はあ、何それ、どういう意味よ。沢村遥、ムカつく女。そもそもうちと大阪芸能は仲が悪うてね。T セットの二人はな、もともとうちの養成所におって、そやけど社長のやり方についていかれへん言うて大阪芸能に移ってった子たちなんや。そうなんですか。そやからほんまはあんまり挑発せん方がええんやけど。でもええよ、そんくらい勝ち気でないとこの世界で生き残っていかれへんからな。挑発？え、違うの。そやったらなんで沖縄行けなんて。あの人たちなんだかストレス溜まってるみたいでしたから。本当にいいところですよ沖縄。時間ができたら堀江さんも行ってみてください、疲れ取れますから。なるほど、思ってたよりずっと大物なんやな君は。さてと、なんか始まる前からいろいろ味噌ついてもうだけど、気を取り直していこう。衣装はもう用意してあるから着替えてくれるかな。メイクなんかはここにあるものを使って。僕はしばらく外におるから、それじゃよろしくね。
どう？準備できた？はい、できました。じゃあ、入るで。どうですか？変じゃないですか？うん、バッチリや思うで。よかった。これまでメイクとかあまりしたことなかったから。大丈夫。これやったら T セットのファンかて、はるかちゃんにメロメロや。あと、そろそろ時間やな。大丈夫。君やったら、いつものレッスン通りやったら、きっとうまくいくって。あんなに頑張ってきたんや。自信持っていこう。はい。どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。ご機嫌いかがでショータイム、司会のドルチェ神谷です。長きにわたりお送りしてきたプリンセスリーグ2012もいよいよ決勝戦。まずは決勝戦のルールをちゃちゃっとご説明しちゃいましょう。決勝の対戦形式はライブバトル。両者このスタジオでライブパフォーマンスを行い、観客の皆様からのジャッジをもとに勝敗を決定するというガチンコバトル。特徴的なのはスタジオに設置された専用バトルステージ。2組のアイドルにそれぞれステージが用意され、同時にライブを行ってしまうという画期的なバトルシステムがこのプリンセスリーグの特徴となります。勝敗は観客からの指示により決定。ライブパフォーマンスの最中、観客の皆様には優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと移動していただきます。最終的にパフォーマンス終了時点で多くの観客を集めたアイドルが勝者となります。決勝戦の対戦は計3ラウンド。第1ラウンドはポップ対決。アイドルとしての可愛さと歌唱力を総合的に争います。第2ラウンドはダンスナンバー対決。アップテンポの曲に合わせたダンスはもちろん、いかに観客を盛り上げるようなライブパフォーマンスができるかが勝負のポイントとなります。第1ラウンド、第2ラウンドの対戦で相手の組よりも多くのポイントを獲得していた場合、最終決戦となるファイナルラウンドでの戦いでボーナスポイントをアドバンテージとして加算することができます。第1ラウンド、第2ラウンドでの結果が勝敗の行方に大きな影響を与えるシステムとなっています。激戦に勝ち見事優勝したアイドルには大手レコード会社との契約、メジャーデビューが約束されます。おっと、会場のボルテージは早くも上がってきているようですね。アイドルたちの登場が待ちきれない、待ちきれないですか？ OK！ そろそろ準備ができたようです。大変お待たせしました。それではトップアイドルを目指す2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル。パーフェクトに調和の取れたダンスと完成度の高いハーモニーが最大の魅力。結成以来飛ぶ鳥を落とす勢いで人気急上昇中、連戦連勝のスーパーアイドルユニット T セット。百花繚乱のアイドル戦国時代に突如として現れた逸材。荒削りなダイヤの原石は果たしてこのプリンセスリーグで夢をつかみ取ることができるのか。沢村さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは参りましょう。レディーゴー。